どうもー、りの晩酌ですー。夜分遅くに申し訳ございません。すいませんね、ちょっと。ボリュームを抑えるためにね、この距離感になってます。もう夜中なんでね。すいません、今日はちょっと、幕張の方でライブウェイターと、ちょっとね、まぁ、ズーム会議みたいなのあってね、 うーんちょっと今ようやく終わりましたんで、もうヒロコンパイです。コンのパイです、えー。今日はちょっと申し訳ない。もう、筋トレもサボらせていただきます。もう明日やります。ね。うーん。いやー疲れた。もうね。もう今すぐ寝れますよ、私は。う オリックスの負け試合をね、うん、語りたくありませんよ、私はね、えー、正直、うん。だけども、明日も朝早いからさ、うん、ちょっともうやっとかないとね、うん、やっぱりね、うん、もう眠いです、私はもう、本当に。今日はね、もうフリップも書いてないね、ちょっともう。 すみません、ちょっともうお酒だけね、そのもうズームやりながらいただいちゃってますけども、すみません。あもうこれこれ、これが生きがいよ。ね。私の心を癒してくれるのはもう、ね。この、こびくぶる水割りですよ。ありがとうございます、ほんと。うん、最高。この仕事の疲れとね。 オリックス3連敗のショックをね、癒してくれるね、うん、小引きブルーブルーサンダーライトさん、ありがとうございます。ね。えー、っと、今日はだからもうフリップも書いてないから、もう見ながらね、1球速報をうん。まあ、なんていうんですか、その、いわゆる、懐かしのオリックスって感じですかこの、ね うーんこの 3, 連、えー、3試合か3試合で1得点うーんわさ投手ねー天敵出ましたよねー本ほんとにうわさですねーうーんこれはもう天敵ですねー本ほんとにずっと天敵 ね、いつまで天敵なのよっちゅうぐらい天敵ですねこれねうーん小笠く君もうだからねえこれ定番の負け方ですねうんオリックスのねうーん、そうですねうーんまあなんちゅうんですか まあ横浜行ったら赤レンガ倉庫みたいなことでしょうかうーん。知ってます、知ってますっていうね。えー。うーん。打てないね。結局、上沢君をね。うーん。いつまでたっても。ちょっと一人ずつ成績見ちゃいますね。 これ紅林がね、良かったね。うん。そんな重症じゃなかった。もう帰ってきたで。ねもう帰ってきたんかい。ねえ。かった良かった。ねえ。もう呉、紅林くんに抜けられたらちょっともうきつかったんでね。うん。良かった良かった。ねセせでには今日は一安だねうん。まあまあ、結構ね、コンスタントにね、ちゃんと仕事もして。 うーんちょっとトングちゃんが打率が落ちてきてますねこれは急降下してますね3割4分ぐらいあったのにね307号室になってしまいましたね角部屋でしょうかこれはねうんまあ宗くんもねえー、ラオウもねあ若槻さんもまあ1本ずつ出てまあだからうん ヒットは出てるんだけども、つながらないってやつね。うーん、6安打で無失点。うん。つながらない打線ですね、これはね。いわゆる。うん。見慣れた風景、懐かしの。うん。だから今年は貯金がもうね、十何個あって。うん。激強オリックスなんで皆さん、感覚がね、こう、麻痺しちゃってね。うん。 これは当たり前のことではなくなってるんですけども昔はこれが当たり前でしたね、えー、古き良き古き悪しきねオリックスって感じですかこれはねうーんなるほどはい投手陣見てみましょうあっ今日は俊平太くんがねうーん初回にあれですか えー、ボークね。うん。やっぱエスコンフィールドっていうのがやっぱ難しい球場なのかね。オリックスの投手陣がなんか苦戦してるイメージはありますよね。うん。まあこういうのは慣れだからね。うん。まあそのうちね。うん。フィットしてくるんでしょう。ね。うん。で、4回にちょっと捕まえた。伏見さんのね。うん。オリックス大好き伏見さん。ね。 伏見さんがもうオリックスキラーと化してますけどもね、えー、これはもうオリックスからしたらね、うん、その、わざ、オリックスキラーを放出してしまったっていうね、えー、これまた、うん、まあ、手厚い恩返しっていうんですかこういうのね、えー、ありがとうございますよねっていう感じですか、ね、伏見さん。 うーん、勘弁してよっていう感じでしょうか。ねえ。ねえ、なみくん、ようつねえ、これ。ええー。これ、ハンソンっていう、何者なんですか、この人は。すごい守備してたね、あれね。あの、ラオのあたりね。あやっぱ、アメリカ人っていうのはあ、アメリカ人かどうかちょっとわかんないんだけども。 もうメジャーリーグ仕込みっていうのハンドリングね。美しいね。やはり、うちのマーゴちゃんもそうですけどもね。もうハンドリングのうまさ。これやっぱアメリカ仕込みね。で、イソバタ君に打たれて、そう,うですか、うん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 。なるほど。これで4対0。 まあ、こういう日もあるよ。ねえ。うん。発症してんだから、この、この人は。ねえ。恐ろしいですよ。シュンペーターくん。ねペータくんがね。それはね、発症もしてたら3敗ぐらいしますよ。うん。いやいや、言うてもね、しょうがない。これはね。うん。打線がどうないかせえってって。3試合でいってんってってね。もう、ほぼノーチャンスじゃない今日なんか。 あ,あ、ひろか君とこか。ひろか君とこのあのー、5 5んの、ねー。なんか肉まんみたいに言うてますけど、5 5んのダブルプレイのとこね。うーんあれ。あそこはちょっと、あれか。惜しかったとこか。ね。うーん。と、ギボちゃんのゲッツーもあったか。まあまあ、ゲッツーね。まあ最近多いなっていう気はしますけども。 まあでもさ、ゲッツーとこの近代野球っていうのはね、もう、もうお隣さんですから。うーん。ね。まあまあまあ。やっぱ3連敗はきついね。うーん、やっぱ3連敗で、しかもさ、やっぱ山本宮城俊平ターでやられてるっていうのは、やっぱりね、ちょっときついよね。うーん。 まあ、精神的には来ますけども。まあね、日ハムさんがこれで7勝7敗っていうことでね。えこれ、だから、勝ち骨折ないチームが日ハムだけなのかなちょっと他見てないんで分からないですけども。うん。 いや、結構日ハムには苦戦してますね。ねえ、我がオリックス・バファローズはね。うん。てな感じで、ね。あ、ちょっと投手陣見とこうよ。ねさっきの続き。俊平太4失点ね。あ、小木田君。買いまたいで。ねありがとうございます。ねえ。小木田君最近フル稼働ですね。 ちょっと負け試合がね、続いちゃってるから、うん。まあね、安定してますよね。うーん。で、山田のノブ君が、おっ、2、3、4に、1、ね、1、2、5押さえていただいて、比嘉さん、ワンポイント。うん、うん、うん、うん。で、宇田川が1、2、5、ね。 フォアボール1個に抑えましたという感じですかね、すいませんね、ちょっと今日はもう試合が全然見れてなくてこんな感じになっちゃいましたけども、うーん、その辺ちょっともう筋トレ明日にしてください。もう、お眠さんです、ね。もうこれだけ、これだけぶち込んで寝ますわ。ああ、おやすみなさい。さよなら、バイバイ。